my mon tachi yonde ru ze kureba kuru hodo afureru power sekai ju kara tsukamaeru yume wa muteki no gourmet survivor sa ume no soko e hyōga no hake e tonde jan 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 tatake knock 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 kansha komete itadaki フィールド上の植物について話すかの。よしよし、いい子だテリー。今回はお前がついてくるんだな。さよう。テリーは小松君とはタイプが違い、攻撃をサポートしてくれる心強い存在じゃ。しかもそれだけではなく特殊な能力を持っておる。 おそらく食材の匂いを嗅ぎつけたんじゃろう。テリーは普通では見つけにくい食材を嗅ぎ当てることができるようじゃの。なるほど、大したもんだなテリー。植物系食材の入手は基本的には採取じゃが、中には特殊な方法でないと得られないものがある。 気になるものや場所にはいろいろと攻撃を当ててみると新たな食材入手のチャンスになるやもしれんの。攻撃を当てると変わった反応をする植物や周囲に攻撃してくる危険な植物なんかもあるんじゃ。使いようによっては猛獣との戦いに利用できるな。面白えなこの島は。いろいろと試してみるとよいじゃろ。 Got it.
出発の前に食べたばっかりですよ。あんだけじゃ全然足りねえよ。小松くんならそこでも食事を作れるのではないかな。うーん、新しいメニューはさすがに無理ですけど、一度よし小松、すぐ作ってくれ。それには必要な食材が揃わないと。 第一、こんな猛獣がいるところで落ち着いて調理なんてできませんよ。よし、じゃあこいつらを倒して飯にしようぜ。はっはっはっは。 やるから。 Yeah!
今なら猛獣もいませんし大丈夫です。料理は表示される。ところでお前さんは気づいておるかの。気づいてるって何を。同じ大きさの猛獣にもかかわらず得られる食材の量が違うことじゃよ。ああ確かに違うのは気づいてたな。どうして食材の量が変わるんですか。それはのお前さんのグルメテンションの影響じゃ。グルメテンションとは言ってみれば猛獣と戦い食材を得る、その際食材に対し真摯な気持ちで向き合うことが結果としてより多くの食材を得ることにつながるんじゃ。なるほど。やはり食べるために命をいただくんですから無駄なく食材にしたいですよね。要は自分の力を全て出し切って手を抜かず、侮らず、多くの技をうまく連続で当てるとグルメテンションが上がってうまい肉がたくさん得られるってわけだな。そういうことじゃ。食材調達では食材の量も重要じゃからな。苦労して猛獣を倒しても調達した食材の量が足りなければオーダーは達成でき。よし、と分かればすぐにメガ盛り食材をゲットだ。お肉を手に入れるのに夢中になりすぎてオーダーの内容を忘れないでくださいよ。
こんなに。さてどうする。小物をいちいち相手するのも面倒だな。捕獲レベルの低い猛獣には威嚇が有効じゃぞ。確かに相手らならビビらせるのが一番簡単だな。威嚇ってどうやるんですか。こいつを見る。ところで、飯はしっかり食べておるか？あの猛獣、すごく強そうですね。だが、満腹で挑めば恐れることはあるまい。すでに気づいておるかもしれんが、満腹中はお主の秘めたるパワーが解放される。鬼のような姿をまとっている状態がそれじゃ。Got it.
どうじゃな。 何でも良いんじゃない。お、いいのがいたぜ。
新しいキャンプ地に良さそうな場所を見つけたそうですね。僕たちも向かいますので合流しましょう。からのオーダーは以上です。皆さんの食運に期待していますよ。よし、早速ジャングルへ出発だ。はい。一体どんな食材があるのか楽しみですね。興奮しすぎて足が震えてきましたよ。なんだあれ。どうしました、トリコさん。空を見てみろ。ヘリコプターだ。
煙が見えてきましたよ。あそこがヘリの墜落地点のようです。おーい、大丈夫ですか？あ、ヘリから誰か出てきた。サニーさん。あんた超メガトン級に使えないんですけど。お前が隣でギャーギャー騒がなければ、あんな虫俺様が一撃で仕留められたんだ。まったくもう。それでもトリコと同じ美食屋なの？ティナーさんにゾンビさんでしたっけ？そう、うん、ゲー様だ。もちろん取材よ、取材。最高級の食材をスクープさせてもらうからよろしく。ま、好きにすりゃいい。それより早くこの場を何とかして。このヘタレ超役立つな。さすがトリコさん、いきなり食材ゲットですね。バロンタイガーの肉か。とりあえず今晩は食いっぱぐれはねえな。ありがとうトリコ。どっかの誰かさんとは大違いだろ。俺はこいつに譲ってやっただけだ。間違ってもビビってなどない。はぁ、寝言は寝て言ってよね。それよりトリコ、密着取材させて。あ、密着取材だと？断固拒否。私はジャーナリストよ。せっかくのスクープから離れるわけないでしょ。食らいつくから。ホワイトアップルの実を取りに行きませんか？デザートに最適ですし。あの虫、すごい強さでしたね。久しぶりに手応えのあるやつだった。カイザーガーディアンの捕獲レベルは50を下らんからの。苦戦し、その名にふさわしく昆虫界の皇帝じゃ。じゃが、何か異変が起きてるってことですか？その可能性は否定できんの。それは心配ですね。とにかく気を取り直して食事に。